オアイン・グリンドゥールは、ウェールズ人としては最後にプリンス・オブ・ウェールズと称した、ウェールズの統治者。イングランドによる、ウェールズ支配に抵抗する、強烈かつ長期にわたる反乱を先導し続けたが、結局のところその試みは、失敗に終わった。日本語における表記は多様であり、オアイン・グリンドゥールの他に、オーエングリンドーオーエイン・グリルダウル、オーエングリンドゥールなどが見られる。グリンドゥールは、 シチグリフィーズ・フィハン2世を通して、ポーイス王国の王家の地と、ポーイス・ファドックの領主、グリンドブルドゥイ教を受け継いでおり、ハハエレン・ファーハ・トマス・アップリ・ウェリンを通して、デハイバースの領地や、称号も受け継いでいた。1400年9月16日、グリンドゥールは、イングランド王・ヘンリー4世の支配に対して、グリンドゥールの反乱を起こした。当初、この放棄は、相当にうまくいき、 たちまち、ウェールズのかなり広範囲を支配下に収めるまでになったが、決定的な諸々の弱点、特に、反乱側に大砲がないことで防御を固めた状態の、ダッシュが困難なこと、艦船を保有していないことで、海岸線の防御が脆弱なことを抱えていた。放棄は、結局のところ、物量に勝るイングランド勢によって圧倒された。グリングールは、1409年に、 最後の拠点からも追い落とされたが、捕獲は、免れ、がで、彼を目撃したとする記録は1412年を最後に途絶えた。グリンドゥールは、敵方の親王ヘンリー5世が示した恩赦の遺向を、二度に渡って無視し、莫大な報酬まで用意されたにもかかわらず、ウェールズを裏切って、イングランド側に基準することはなかった。1415年には、かつての敗下が、 グリンドゥールの詩を記録した。グリンドゥールは、ウィリアム・シェイクスピアの詩劇、ヘンリー4世、第1部において、英語化された綴りの応援エン・グレンダワーという名で、魔術と感情に支配された野蛮で、エキゾティックな人物として登場する。その詩によって、オワイン・グリンドゥールは、民衆を解放するために呼び返されることを待ち続ける、英雄として、カドア・ラドル・カナン・アーサー・王に並ぶ。 神話的存在となった。19世紀後半には、カムリハズ運動が、ウェールズのナショナリズムの父としてのグリンドゥール像を再創出した。オワインは若いうちに、デビット・ハンマーの娘で、ウェールズ5名マレド・ベルフ・ダビズとして知られている、マーガレット・ハンマーと結婚した。オワインの娘のアリスは、王により、ヘレフォードシャーのシェリフに任命されていたジョン・スキューダモアと、秘密裏に結婚していた。 どういうわけか彼は、反乱を乗り越え、役職を維持していた。オワインは、最後は、ケント・チャーチの彼らの家にかくまわれていたと言われている。スキューダモアの孫は、キッド・エリーのジョン・ダン教で、成功した、ヨーク朝の帝身外交官、兵士だった。彼は1485年以降、彼と同じウェールズ人のヘンリー7世と和解した。を通じて、多くの有名なイギリスの家系が、 オワインの子孫となり、その中には、オックスフォード伯爵位を保有するトビアーイエやデボンシャー公爵位を持つキャベンディッシュ家などが含まれる。ヤコブ・ユード・ウィリアム・ロイドによると、オワインとマーガレットは5人の息子と4人、あるいは5人の娘を設けた。5人目の娘カトリンは、ロイドの著作には名前を書かれていないが、他の文献には記録されている。彼女は、第三代マーチ博。 エドマンド・モーティマーの息子、エドマンド・モーティマー卿と結婚した。オワインの息子たちは皆捕虜になったか、あるいは戦死しており、誰も子供はいなかった。オワインには、その他に被着室師として、デビット、クエン・シリアン・レイアン・ミバン・ウィーがいた。ありがとうございます。